どうも皆さん、今期今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさんは博物館とか行く？めったに行かないな。あ、でも上野の科学博物館でやるドクターストーンの展示は気になってるよ。何それ、めっちゃ面白そうやん。本当はポケモンの特別展示のやつに行きたかったんだけどね。化石ポケモンとか飾ってたらしいよ。めっちゃ面白そうやんけ。気づいた時には残念ながら予約でいっぱいだったドクターストーンのやつには行こうと思ってるよ。梅雨の時期は室内に限りますね。そんなわけで今日のレビューはこちら、名探偵コナン天空のロストシップだよ。お、コナン映画ですか。何パセント書いてロストシップ。まあ予想しやすい読み方やな。この作品、いい意味でも悪い意味でもコナン映画らしさが爆発、いや暴走してると言っても良いんだ。暴走？え、映画の冒頭から凄まじいことが起こってるんだ。テロリストたちが微生物研究所を襲って、そこから危険な殺人バクテリアを盗み出すんだ。え、で、テロリスト、殺人バクテリア。彼らは鈴木財閥の会長に恨みを持っていて、恨みを晴らす目的もあって鈴木財閥の会長が建造した飛行船に乗り込み、そこで殺人バクテリアをばらまいてしまうんだ。ちょっと待って、今コナンの話しとる？24の話やなく？規模感が凄まじいんだよね。今までのコナン映画は誰かに恨みを持っていて、その恨みを持つ相手を殺したりしてたんだけど、その手段は爆破だったり凶器だったりしたんだけど、今回は殺人バクテリア。やばすぎるやろ。しかも殺人バクテリアは飛行船の中だけでなく奈良上空にもばらまいてしまうんだ。もうコナンが出る幕はなさそうな事件やな。この作品、規模感は凄まじいんだけど、犯人たちは誰も殺してないんだ。え、でも殺人バクテリア使っとるんやろ？うん、でも殺してない。怪我はしてると思うけど被害者はゼロだよ。なんやと？最近兵器を使うテロリストと高校生探偵、今は子供の体になってるコナンが一体どうやって戦うのか、序盤は期待感が募るんだ。ワクワクやな。今作では怪盗キッドも登場してるんだ。おお、なるほど、怪盗キッドとコナンで一緒にテロリストと戦うんやな。いや、怪盗キッドは戦闘要員じゃないんだ。まるでコナンが戦闘要員みたいな言い方。怪盗キッドはランにあっさりと正体見破られそうになったり、ヤギ閉ざれてたり、コナンに身体いじくられてたり。いじくられる？かっこいいっていうよりはシリアスな状況のこの作品におけるコメディ要素にもなってるんだ。一応コナンのピンチを救う展開はあるんだけどね。ギャグ要員なんやな。うん、他にも西の高校生探偵である服部平次も出てるんだけど、怪盗キッドといい服部平次といい、あんまりキャラを使いこなせてるとは言い難い。ええ、特に服部平次は今作のゲスト声優である大橋のぞみさん演ずる子供のキャラを活躍させるためだけって感じで、ゲストキャラの扱いも含めて微妙な感じなんだ。ちょっと残念な感じやな。物語の中盤になるとコナンがテロリストと戦う展開になるんだ。当たり前のように戦うんやな。テロリストは当然のように武装してる。拳銃じゃなく自動小銃だからね。火力は凄まじい。コナンの火力じゃちょっと怪しくない？テロリストは7人くらいいるんだけど、そのうちの4人はコナンがぶっ倒すよ。強すぎるやろ。1人目はまだわかるんだ。一撃必殺アイテムである麻酔針がかりにはある。必殺やないで、狐無理や。そんな必殺技を早々に使ったかと思えば、伸縮ベルトで吊るし上げ、室内でスケボーを使って暴走しながら銃弾を避けながら戦うんだ。戦闘能力がやばい。コナンの主人公補正のおかげもあってめちゃめちゃ撃たれてるのに当たらないんだよね。もうとんでもないギャグシーンになってるんだ。主人公補正強すぎるんやな。いい意味でコナン映画らしいバカバカしさはあるんだけどね。ツッコミどころとも言うよ。くさ、犯人の目的もちょっとってなるんだよ。バイオテロやろ。この作品の犯人バカなんだよ。どういうことや？なぜ赤いシャム猫と呼ばれるテロリストが細菌を盗んだのか、なぜ細菌をわざわざ飛行船に持ち込んだのか気になるでしょ。鈴木財閥の会長に恨みを晴らすだけならちょっと大事すぎるわな。簡単に言えば火事場泥棒をするためなんだ。はあ、犯人目的は2行でまとまるんだ。細菌を空中からばらまくぞ、だから避難しろ、その隙に仏像を盗みまくるぞ。いや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 、とんでもない規模の火事場泥棒だよね。この映画といえばとんでもない動機が特徴ではあるんだけど、この作品の犯人はそんな数々の動機の中でもちょっと斜め上の感じなんだ。盗むだけなら懲役10年くらいかもしれへんけど、テロリストまがいのことしとるし、バイオテロも起こしとるし、どんだけ豚箱に入るんやこの犯人たち。目的のためなら手段を選ばないみたいな感じに見えなくはないんだけど、さすがに手段選んだ方がいいのではってレベルで目的に対してやってることが凄まじいんだよね。いい意味でも悪い意味でもコナン映画らしいわな。バイオテロ、ハイジャック、襲撃戦、この要素だけ抜き出すとコナン映画っていうよりはダイハードの世界だよね。サスペンスミステリーっていうよりはクライムアクション映画やな。コナンとテロリストたちの陣地を超えた戦いとアクション、飛行船という狭い通路が多い中であえてスケボーを持ち出すコナンはさすがだと思うよ。コナン映画ファンはスケボーがないと物足りないって言い上がりますからね。あ、これはリュウさんだけやった。なんというかコナン映画は爆発とかアクションとか映画特有のド派手さがあるし、
それが魅力の一つでもあるけど、そこだけを際立たせたような作品と言えるかもしれないね。そのせいで、いろいろと犯人の動機とかストーリーに無理が出とる感じやな。いろいろな意味で楽しめる作品だし、いい意味でも悪い意味でもコナン映画らしい魅力を感じられる作品かもしれないね。ほなまた次回。じゃん。